今本当にカリフォルニアからですね、もう車が消えつつある毎日という感じで、もうどこに行ってもガランとしているっていう状態です。本当に先日ね、私 DMV 行ってきたんですけれども、あそこは本当にね、もう人がたくさんいるっていうところで有名で、なるべく行きたくない、場所なんですけど、私たちはアポイントがあって、本当に空いてんのかみたいな感じで行ってみたんですけど、アポイントの人だけは OK ということで、かなり厳しいアポイントのチェックがされてですね、入ることができましたけど、ご覧のように本当にガランとしている状態で、 Very empty DMV. Pretty cool. 今このコロナでもう世界は大変なことになっています。見えないものと戦う第三次世界大戦みたいなもんですよね、本当に。というところでですね、まあ私はもうこのチャンネルは不動産のチャンネルなので、まあ不動産のお話をメインにしていきたいと思うんですけれども、まあ今のカリフォルニア状態を含めながらですね、まあアメリカに物件を持っているという大家の立場で、これからどういうふうにして対策を練っていけばいいのかなということをですね、ちょっと私なりにまとめてみましたので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。いよいよですね、カリフォルニアでは、2日前に、外出禁止令というのが出ましてですね、私たちカリフォルニアは本当にもう家にこもりっきりという状態を今現在は強いられています。で、本当に出かけていい場所って言ったら、まあグローシャリーストアとか、食料品を買いに行ったりとか病院に行ったりっていうことですよね。ほとんどのビジネスっていうのはクローズしていますし、レストランなんかも、まあレストランバーとかっていうのはもう1週間ぐらい前からクローズしてるんですけど、テイクアウトだけはまあできるっていうような状態にはなってはいますけれども、だんだんこれもテイクアウトするにも誰か作ってる人が果たしてどういう人なのかわからないということで、テイクアウト自体もですね、やはりちょっとどんどん減ってるっていうような状態にあります。そしてまだスーパーマーケットなんかも本当にまだ物が少ないというか、物が入ってくるとすぐにブワッてみんなに買われてしまって、本当に入ってきたその後にすぐに行かないと何も買えないみたいな、本当にすごい状態になっておりましてですね、まあ、うちも我が家もですね、まあいろいろ買いだめとかはあんまりしてないんですけれども、機械を見るごとに買って、まあ、お肉なんかももう冷凍にして長持ちするような形で、ずっともう本当に家で家にいます。なのでですね、まあ、本当にね、ここまで来るとビジネスが本当全部ストップしてるっていう形になってくるので、みんなの お給料とかもにもだんだん響きが出てきている部分があるようなんですね。で、やっぱりエンプロイーといって、もう仕事としてやはりこうオンラインでできないようなところっていうのはもうどんどんカットされているので、もう仕事をなくしている人っていうのも出始めてきています。ということでですね、まあこれからちょっと景気の方はどうなっていくのかなというような、もちろん質問っていうのもあるんだと思うんですけれども、まあ、このチャンネルはですね、不動産 を中心としたチャンネルなので、不動産に関して今日はお話ししていきたいと思います。なのでやはりですね、まあ、私たち、大家さんとしても、テナントが、レントを払えなくなってくるという可能性は非常に考えられるわけなんですよ。で、私たち のカリフォルニアのガバナーの、ギャビン・ニューマンさんが、まあ、発表したところによると、まず、イビクションは延期にすると、今から、5月の末まではイビクションプロセスはもう開始できないということになってますので、テナントがお金を払わなくてもイビクションのプロセスに入れないというような状態になっています。まあ、それに加えてですね、大家さんとしてはじゃあレント払ってくれなかったら、大家はモーゲージを持ってますから、モーゲージはどうやって払うんだよみたいな、やっぱり話にもなるわけですよ。不動産を持ってるからってみんながみんなお金に余裕があるわけじゃなくてですね、本当にみんな一個人みたいな、私みたいな個人がたくさん物件を持っていて、モーゲージもそれなりに持ってるっていうことになってますから、私たちは私たちのオブリゲーションとして銀行さんにお金を払わなきゃいけない。で、テナントのオブリゲーションは、レントを払わなきゃいけないっていうことになっていますけども、ここでレントを払わなくてもイビクションされないって分かって払わなくなるテナントが出てくると思うんです。なので、まあ、そうなった場合に私たちはどうやって対処していくのか、私たちのライトは何なのかっていう、ところがやっぱり皆さん気になるし、私ももちろんすごい気になることなので、いろいろと調べたりとか、いろんなニュースを確認したりなんかして、今はですね、まあ、みんながみんな本当にリーマンショックとは全然今回は全然違ってですね、あれはもう住宅のローンの値崩れでダダダダダと住宅関係のモーゲージからおかしくなってきたという背景がありましたけども、今回はですね、もう誰もが仕事をなくしてるわけですよ。なので、全ての期間がストップしている。前のリーマンショックの時はレストランとか別にクローズしませんでしたから、全てのものがストップしているってことはお金が回ってないんですよ。お金が回らないってことはやはり景気はどんどん悪くなるわけで、本当にね、
一家族が1ヶ月70ドルセーブしただけで景気は傾くそうです。なのでもう本当にね、私もこの何日間かお金を全然使ってないですよ。出かけてないので、本当に食料品にしかお金を使ってないので、まあ、逆にお金はセーブできてるように見えるんですけど、みんながそうしてしまうということによって経済が回らなくなっています。なので、まあ、私ができることって言ったら、まあ、本当にですね、レストランのギフトカードを買ってあげたりとかして、まあ、レストランもそれで収入が出て、まあ、お金が回ってるという状態で、もこの状態が終わったら私はそのレストランでギフトカードを使えばいいわけなんで、一応そんなところで私もできることはやってますけれども、まあ、大家という立場でテナントが払わなくなったらモーゲージどうしようというところでですね、一応まあそれもガバナーさんから、まあ、大家さんも例えばそれをモーゲージを払わなくても銀行側はフォークロージャー の, 手段とかノーティスオブディフォルトとかを送ってはいけないよっていうことになっています。ただでもそうやってモーゲージを払わなかったからといって私たちのクレジットはどうなるのかとか、そこまでのニュースがまだ出てなくてですね、まあ、アメリカっていうのはこういうふうになると本当にいろいろなニュース、いろいろな規定っていうのがバン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 で決まっていって本当早いですよ。決断がめちゃめちゃ早いし、情報がどん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 変わっていくので、まあ、今本当に刻一刻といろんなルールが変わってますけれども、私も見てますけど本当にもう追いついていかないぐらい素早いスピードでいろんなことが決断されています。なのでインスティテューションの方も何かブレイクを、くれるようになるんではないかなというふうに思っていますけれども、今のところ、そういったニュースっていうのはまだ出ておりません。ただですね、まあ、いろんなところでそのガバメント関係の、デビデンが出るような、例えば HSA ですとかそういったところからはもうすでに、もうあれは早かったですね。今から1週間ぐらい前にはですね、もう私たちの手元に、連絡が私たちっていうか、まあ、みんな HSA を持ってる人はみんな行ったと思うんですけれども、もうインタレストはしばらく、払いませんと、3ヶ月ぐらいはインタレストは払いませんよという告知はもう来ています。なのでいろいろなところでこの時期だけ特別にいろんなブレイクが出ているので、ちょっとそのあたりは大家さんとしては期待したいところなんですけども、なんか小さなインスティテューションですとか、まあプライベート関係のものですと、ここ3ヶ月は支払いを止めても OK ということで、その支払いは最後にタックインするという形で、結局まあ別に支払いから逃れるわけじゃないですけど、支払いを最後に回すっていう形で、やってくれてる人ところもあるそうです。まあ、これは私確認した事実ではないんですけど、そういった部分も、どんどん出てきてるというところで、本当に今はいろんなところで助け合うっていうような、まあ、お金に関してですよね。結局あとお金が止まってしまった、お金が回らないということによって、そのお金が回らなくなってから1週間も経ってないですけれども、もうやはりかなり影響が出ていますので、仕事をなくしている人たちって、もう仕事をもうこれであなたは解雇しますって言われている人たちってのは本当にたくさん出てきてますから、やはりそういうところでもう国全体、今はまあ私たちはカリフォルニアにいますから、カリフォルニアステイツで、その動きを見ていくという形になると思うんですね。でこれは本当にアメリカ中州によっていろいろ規定がちょこちょこっと変わってきますので、もしもし物件を持っていたらですね、その州のニュースっていうのを、見るようにしたらいいんではないかなと思います。なので、まあ、こんな中私はどうするか、で私だったらどうするかというところで、まずですね、まあ、皆さんとシェアしたいなと思うのが、まあ、一番、プロパティマネージャーに連絡を取ってみて、どういった、戦法を考えているのか、どういうふうにして、テナントの人には連絡をしてくれているのかというのはまずは確認してみてください。やはりこうなった時に最初に一番電話を連絡して話をしました。まずは、もう払わないって言ってるテナントがもうすでに出てるかどうかっていうことを確認しましたけど、まあ幸いにも私のところにはまだそういったところは出ていません。ただ、まあ私が持っているハワイの物件に関してはですね、もうハワイに旅行者が来れなくなっていますから、今。30日間は、旅行者来ちゃいけないよっていうことになっていますので、その分は、キャンセルもうせざるを得ないですよね。その私のマネジメント会社の方でもキャンセルをせざるを得なくてですね、ただその分のお金を全額返すかどうかっていうのは、まあちょっとこれは例えばクレジットっていう形で次回バケーションに来てくれる時にそれを使ってもらうっていう形にするのかとか、そういったところはまだ今ネゴシエーションだそうですので、私の方でもまだ分かりませんけれども、ユニットによってはですね、もうキャンセルせざるを得なくて、ちょっと前にキャンセルしたというところもありますので、私の方も1ヶ月入ってた予約が全く入らない、入ってたんですけど、
収入は入ってこないっていう物件ももう出てきていますので、州によって違います。だからちょっとやっぱりその辺は自分の州のマネジメントとまずは確認してみるっていうのが一つ、どういう対策を取ってるのかっていうのを聞いてみるっていうのが一つです。それからナンバー2としては、これはマネジメント会社にお願いしたいことなんですけれども、テナントには、テナントはもう知ってますから、あの支払いしなくても、イビクション強制退去されないっていうのはもう知ってますから、もしかしたら自分はクビになってなくてお給料が入ってきていても、そういうふうな状態だっていうことにして家賃を払わないっていう人が出てくる可能性非常にありますよね。でそうなると困るので、その前にやはりテナントをエデュケーションする、エデュケートするってことですね。まあどういうことかっていうと、家賃は引き続きデューはありますよと、家賃は払わないといけないですよ。でこれ結局は今はフォークロージャーできないっていうこと、あ、フォークロージャーじゃなくて、イビクションできないっていうことになってますけれども、これが過ぎた後にはですね、もうすぐにイビクションっていうあの手段入っていきますから、 もちろんねコートの方は混んでるかと思うんですけれども、イビクションされます。そしてやっぱりテナントさんのクレジットも悪くなるので、そういったことを避けるためにも、支払いをきちんとすることを、お勧めしますと。それから、もしも無理なようであれば、まずはマネジメント会社に連絡を取ってみること、取ってみてくださいっていうことを、マネージメント会社からテナントさんにきちんと伝えてもらうっていうことがまず2つ目、それから3つ目、もしも払えないっていうテナントが出てきたらどうするのかっていうことで、これはいろいろやり方があるんですけれども、まずはですね、払える分だけを払ってもらいます。もちろん例えば1000ドルの家賃のうちで500ドル払えるんだったら、500ドルはまずは払ってもらった後の500ドルを、金利なしのペイメントシステムっていうのを作ってあげて、ペイメントで、作ってきます。まあその分ね、大家さんとか、それからマネジメントカンパニーではいろいろこう、キープトラックとしていかないと部分、いけない部分もあるんですけれども、やっぱりこういう世の中ですね、今誰もが本当に経済的に辛い状態になっていると思うので、お互いに助け合いながら、なんとなくこう、敵同士っていう、お前が払わないんだったらどうのこうのとかっていうんではなくてですね、表面的にはやっぱり本当には何があっても払ってほしいと思うんですけれども、そういう態度で接すると向こうが離れていくっていう状態にもなりかねないので、できるだけ協力したいんだよっていうところを伝えて、ペイメントシステムを取るっていうことも、一つ対策としては、考えています。なので、まあ本当に今のところ、確実なガバメントの、ヘルプがあるっていうのが大家さんに対しては出ていません。ただですね、なんかアダルト1人に対して1000ドルずつの寄付が政府から出るっていう話は今出てますけれども、どういう形でそれが出てくるのかっていうのはまだ私たちの手元にはきちんとした形では伝わってないので、これが分かり次第私も皆さんに情報をシェアしたいなと思うんですけども、本当に今できること、大家としてできることっていうのはこの3つ、なんだそんなことかって思うかもしれないんですけど、やはり早く動いておくということによって、後々のそのテナントさんがどんどん離れていっちゃうっていうようなことを防ぐことができます。そしてですね、ラッキーなことにセクション8のテナントがいるという方は、支払いはそのままガバメントから行われますので、もうこの分はもうラッキーっていう感じで、見ていくのがいいんじゃないかなと思います。私もですね、アパートメントで何人かセクション8のテナントがいるので、そこからの家賃は引き続き入ってくるということはあるんですけれども、今ですね、たまたま物件を売ろうかなと思っていてセクション8のテナントがいるっていう方は、今は絶対に売らない方がいいと思います。でその理由としては、私もですねそういう相談を受けたので、ちょっとこれは皆さんとシェアできたらなと思うんですけれども、セクション8のテナントっていうのはですね、出る前にガバメントからのクラスを受けないといけないんですよ。例えば、そのガバメントからあなたにセクション8というステータスを上げる代わりに、彼らはなんかディサビリティがあったりとか、払えない、仕事でお金がちゃんとした優秀人が稼げない何かがあって、政府があなたに寄付するよっていう形でもう決まったことですよね。なので、そこを、頑張って、それを利用するんじゃなくって、本当にそういう状態であれば、どうやってその中から脱出するのか、みたいなクラスがあるんですよ。で、そういうエデュケーションクラスっていうのを、セクション8は、引っ越すと、たびにそれをやっていって、そのステータスをキープするなりなんなりっていうような作業をしていかないといけないので、そのクラスをまずは受けないと、引っ越しができません。そして、セクション8の、ステータスを持っていくことができないので、それはマストなんですよ。ただそれがですね、今カリフォルニアではそういう集団のことが全部今キャンセルされてるから、そのクラス自体が今もう全部キャンセルになっちゃってるんですよね。なので、そういうところでクラスが受けられないイコール出られない
ていう状態になっています。実際に私のところに相談に来てくださった方もそういう状態で、本当は今月の末に出てってもらって、綺麗にして転売するっていう予定だったんですけれども、今それをしてしまって、いやでもそれでももう出て行かせるって、出て行かせちゃったとして空き家になった場合ですね、多分バンダリズムっていうか、あの入ってきちゃってなんか盗まれたりっていうことになるので、家は今空き家にしない方がいいですよ。それが本当にもうまず一つ余計な出費になりますから。でやっぱりセクション8がいるってことは家賃も入ってきますので、今の状態はちょっともうこのまま待つっていう状態で、テナントが いるんだったらもうそれはキープする。しかもセクション8だったら今そんな美味しい話はないので、もうキープして転売はまた次回の機会にまで待つっていうような方向性がいいんではないかなと思います。まあその方にも私もそういったサジェッションさせていただいてですね、まあ彼も本当にそれはそうだということで、物件を今転売するのは伸ばすっていうような決断に入りましたので、今はね本当にお金を稼ぐっていうのもそうですけど、無駄な出費をしないっていうところにも注目していくべきではないかなと思います。なので私も本当に今家賃をずっと上げてきて、また上げようかなって思っていたところもあるんですけれども、今はこの状態をキープして、まあ多分3ヶ月ぐらい後には何らかの、何か形でムーブメントが動いてるんじゃないかなと思うので、引き続き本当にニュースなんかには、注目して、皆さんにもできるだけ、情報を発信したいと思います。あんまりねこうデフィネットなアンサーができないと思う、できなかったと思うんですけれども、今のところは、現状こんな感じで、動いていますので、本当にまあカリフォルニアに物件を持っている人っていうのは、よくあのガバナさんのギャビンさんのお話をきちんと聞いてですね、本当に毎日毎日新しい規定が出てきますから、注目していくべきではないかなというふうに思います。なので私も参考にしているリンクなんかありますので、下の概要欄に貼っておきますから、もちろんまあ英語なんですけれども、そちらで、見れる方は、そちらを見ていただいてですね、もしも本当に自分カリフォルニアに物件持ってるんだけど、こういう状態の場合はどうしたらいいんだろうかみたいな話があったらですね、ぜひイメールで連絡いただければと思います。でまた近々、まあ、それに関して私がエクスパート、そのね今の状況に対してのエクスパートってわけではないんですけども、現地に住んでるってことと不動産にどっぷり使ってるっていうことで、情報的には皆さんに渡してあげられるものが多いんじゃないかなと思うので、近々ちょっと Facebook ライブをまたやりたいと思っていますので、ぜひですねその連絡はメルマガで流していますから、もしよかったらメルマガの方にもサインアップしていただければ、連絡はすぐ入ると思います。まあ私たちカリフォルニアはですね、まあ、もうここ本当に、セルフクワランティーンということで、もう本当にお家に監禁状態という状態になってますけども、その中でもね何かできることっていうのがあると思いますので、何か新しいことを始めてみるとか、今まで読んでない本を読んでみるとか、見てない映画を見てみるとかですね、いろんなことで、まあ、自分に教養をつける、自己投資するっていう機会に当てるっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。またね家族の絆を深めたりですとか、家でできるエクササイズ、私もリビングルームでですねアップをテレビにつけてヨガやったりとか、やってますので、ジムに行かなくてもダンベルで やるとかっていうことが、一つ一つできると思いますので、本当に頭をスカッとするにはエクササイズが一番いいと思うんですけれども、何かできることっていうのを探してみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。私はですね、まあ、この機会に、今まで、まあ、自分の将来とかっていうのをきちんと、見直していこうかなっていうチャンスとして、自分に時間ができたっていうようなもうプラスで、考えていってますので、皆さんもそんなアイデアがあったらシェアしていただけると私も参考になるので、嬉しいです。今日は、ご視聴どうもありがとうございました。 See you next time. Bye bye.